はい、では国語の授業を始めます。今日は50桁の足し算やるぞ。まこと、頑張って。ほら、ちゃんと前向きなさい。授業に集中するのよ。いや、なんでお母さんいるの。今日授業参観じゃないんだけど。積極的に手挙げて。まだ問題出されてないから。本当になんでいるの。服装もバチバチに決めてるし。あれ、うちの子なんですよ。誰に言ってる。怖い怖い。今日の授業参観はいつもと違って開放的ね。だってお母さんしかいないの。これ絶対日にち間違えてるよね。では、ここの答え分かる人教師。先生もなんで何も言わないの。まさか気づいてないのか。みんなお母さんにいいところ見せてやる。みんなとは。うちの母しかいませんが。お、誠張り切ってるの。張り切ってませんが。じゃあこの問題を、たかし。僕じゃないの。完全に僕当てる流れじゃなかった。たかし君頑張れ。人んちの子応援しないで。はい、アホの誠です。正解。何の回答。今どこの問題答えた。じゃあ次の問題を。なんだ誠そわそわして。こんなに当てられたいのか。焦っても答えは逃げないぞ。何が面白かった。みんなツボ浅すぎない。お母さん一番爆笑してるんだけど。ちょっと恥ずかしいからやめて。静かにして。では次の問題を。お母さん誰当ててんの。何でもありか。はい、わかりません。わからんのか。なんだ、しっかり勉強しとけよ。誰に言ってんの。保護者だよ。先生、焦っても時間は逃げませんよ。笑えよ。さっきとほぼ変わんないだろ。なんであれは笑えてこっちは笑えないの。めちゃくちゃ笑った。目が笑ってない。いや、お母さんセンスありますね。ところで、なんで誠くんのお母さんいるんですか。それ今聞く。いや、僕も気になってたけども。え、だって授業参観ですよね。違いますよ、帰ってください。嫌です。いや、普通に断った。チャンネル登録よろしく。はい、もうじゃあ仕方ないの。今日と明日と明後日だけですよ。今日だけにしとこう。そんな頻繁に来られても困るから。はい、じゃあ気を取り直して図工の続きやっていきます。国語じゃなかったっけ。まず教科書をハサミで切って山折りに。誠、頑張れ。いや、うるさいんだけど。恥ずかしいからやめて。先生に許可もらったし、思う存分応援できるわ。それは許可してなくない。見学の許可だけだよね。誠、頑張れ。緊張しないで。本当に恥ずかしいから。頑張れ頑張れ。大合唱始まった。今これ何の時間。会場が温まったところで、次の問題は満を持して誠。プレッシャー半端ないんだけど。5×5 分かりません。もう当てない。ごめんなさい。先生、この子本当はできる子なんですよ。いつもちゃんと勉強してるんです。お母さん、僕をかばってくれてる。ありがとう。毎晩熱心に。同じクラスのさくらちゃんって子の勉強してるんですよ。突然のバカロ。本当にやめて。そうですか、お母さんもいろいろ大変ですね。同情しないで。それ以外にもさくらちゃんってこの。ちょ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 、もういいから。授業関係ないじゃん。では言いたいことありましたので、私はこれにて。何しに来たの。暴露しに来ただけ。本当に帰っちゃったよ。まあでもよかった、これ以上暴露されなくて。てか、そういえば結局なんで授業参観の日にち間違えてたんだろう。はい、では3時間目の授業終わります。この後4時間目は授業参観です。準備しとけよ。いや、1時間連れてただけかい。ちょっと姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚めないで、甘かな顔して立ち去って。